アレクサンドル・ソクーロフは、ロシアの映画監督。1951年6月14日、ソビエト連邦のイルクーツクで生まれた。1974年に、ゴーリキー大学を卒業後、モスクワの全祖国立映画大学に入学した。同大学在学中の1978年、アンドレイ・プラトーノフ原作の長編劇映画、孤独な声を、卒業制作として発表。 アンドレー・タルコフスキーに高く評価され、レンフィルム映画スタジオへの推薦を受けた。しかし、大学当局からは廃棄命令が出され、同年にゴーリキーテレビで制作した短編ドキュメンタリー、マリア・ボイノワの夏を卒業制作として提出せざるを得なかった。存在自体が違法となった孤独な声は、彼と撮影監督のセルゲイ・ユリツジツキーによって、密かに保管され、 個人のアパートなどで秘密上映されながら伝説の映画となっていた。その後、1986年からゴルバチョフによるペレストロイカが始まり、孤独な声は制作から9年後の1987年に2作目の痛ましき無関心と共に公開された。孤独な声は同年のロカルの国際映画祭で同票賞を受賞し、痛ましき無関心は 第37回ベルリン国際映画祭のコンペティション部門に出品された。また、マリア・ボイノワの夏は追加撮影と再編集によって1988年にマリアとして公開された。日本では1988年に孤独な声がコンスタンチン・ロプシャンスキーの死者からの手紙と日本立てで公開され、初めてソクーロフの作品が紹介された。 1988年には、ストルガツキー兄弟の世界終末10億年前を原作とし、中央アジアのトルクメニスタンを舞台にした、長編劇映画3作目の日日は静かに発行し、を発表。音楽を担当したユーリー・ハーニンがヨーロッパ映画賞審査員特別賞を受賞した。翌1989年には、フロー・ベールの同名小説を映画化した。 ボバリー夫人を発表。モントリオール世界映画祭で国際映画批評家連盟賞を受賞した。ソ連が崩壊した1990年代からは作風をミニマリズムに移行し、セカンドサークルやストーン、クリミアの亡霊、静かなる一ページといった作品を制作した。1995年のドキュメンタリー、精神の声はロシアで初めてソ連のアフガニスタン侵攻を扱った。 作品として注目を集めた。同作でソクウロフはあるソ連国境軍の部隊に同行して撮影を行ったが、この部隊は撮影後に大規模な戦闘に巻き込まれてほぼ全滅したと言われている。1996年の短編ドキュメンタリーオリエンタル・エレジーはオーバーハウゼン国際短編映画祭でグランプリを受賞した。1997年の劇映画マザー 3は、モスクワ国際映画祭で審査員特別賞、ロシア映画批評家賞、アンドレー・タルコフスキー賞を受賞した。その後、歴史上の重要人物を扱った、権力者4部作の制作をはじめ、1999年に、ヒトラーを描いた1作目、モレクガミを発表。第52回カンヌ国際映画祭で、脚本賞を受賞した。2001年にはレーニンを描いた二作目の、 オウシザ・レーニンの肖像を発表した。三作目の、太陽では、一世尾形を起用して大日本帝国時代の昭和天皇を描いた。ソクーロフはかねてより、日本への関心を持っており、オリエンタルエレジーや、穏やかな生活といった日本についてのドキュメンタリーを制作した。ドルチェ優しくでは、作家、島お年男の妻、 島尾美保の生き様を描いた。2002年、翌2003年のサンクトペテルブルク県と300周年を記念したエルミター受験奏発表。90分間ワンカットの長回し撮影法で注目された。2003年のファザーさんは第56回カンヌ国際映画祭で国際映画批評家連盟賞を受賞した。2006年には ロカルの国際映画祭で名誉表彰を受賞した。翌2007年には、第2次チェチェン紛争を実際の中屯地で撮影した、チェチェンへ、アレクサンドラの旅を発表した。2011年、権力者4部作の最終作として、ゲーテの同名小説を映画化した、ファウストを発表。第68回ベネツィア国際映画祭で、禁止賞を受賞した。 同作は四部作の他の作品とは異なり、実在した人物を扱っていない。同年、日本政府より、朝日総交渉が授与された。ありがとうございます。